それでは遠藤選手です、はい、まずセレッソ戦振り返る前に、はい、300試合出場おめでとうございます、はい、ありがとうございます。どうなの、300試合長かった、それとも自分が出れると思ってた？いやー、出れると思ってなかったし、まさかここまで、うん、この年まで鹿島に入れると思わなかったんで、うん、すごい嬉しいです。まあ、そういうね、あのメモリアルな試合で、はい、あのしっかり勝利することができた、はい、これは非常に大きいんじゃないかなと思うんですけども、どうです？そうですね、まあ、前節すごい悔しい負け方をしたので、まあ、今回の勝利は本当に内容動向よりまず勝つことが一番本当にチームにとっては大事だったので、うん、まあ、そういう意味ではちょっと先制されてちょっと落ち込んだ時間帯もありましたけど、うん、まあ、それを思い返して逆転して、まあ、そこからもやっぱりみんなが努力さく勝利のために体を張ってやれたので、勝てたのかなと思います、うん。まあ、2点目逆転の起点になったあのパス、はい、まあそこも綾瀬とイメージが合ってた？いや、あれはねその前に綾瀬に来いよっていう目線を送って、うん、でもあいつは無視をしてで俺はもっとボールを持って、うん、そろそろ来いよっていう、なるほどね、合図をして来たって感じです、うん、なるほど。でもまあ結果的に PK 取れたからねはい、はい、まあ、それは良かったよね、はい、そうですね、まあ、やっぱりああいうところでね、ペナ内で仕事をする時間帯を増やさなきゃいけないと思ってたので、まあ、ここ最近の試合を見てて、うん、なんでまあやっぱりペナ内だとね、ああいう自己的な感じも起きますし、やっぱゴールのチャンスとかももっともっと増えるので、まあ、ああいうのをもっと増やしたいなとは思ってます。で、次節ホームの横浜 FC 戦です、はい、まあ、はい、今回そのセレッソに勝ったっていうのをね、はい、無駄にしないためにも勝たなくちゃいけないよね。そうですね、まあ、まあ、もちろんそうですけど、やっぱホームで勝ちたいです、うん、やっぱりせっかくサポーターを見れるようになってきたのに、うん、この間フロンターレで負けてしまったのでホームで、なのでまあ次は本当に、まあ、相手同行よりやっぱホームでみんなの前で、勝ちを見せたいなと思います、うん。まあ、横浜 FC 今最下位ですけども、はい、あの前節 F マリノスと引き上げたり、まあ、メンバーもこう変わって非常にこうアグレッシブに、そうですね、うん、まあ、ちょっと僕も試合見たんですけど、まあ、新しい外人の選手入ってきてさらにパワーアップしたなと思ったので、うん、まあ、まあ、アウェーでやった時よりは確実に力をつけてると思うので、うん、まあ、負けないようにしっかりやりたいなと思います、まあ、最後にあのこういう状況下ですけども、スタジアムに来てくれるサポーター、はい、またダゾンで応援してくれるサポーター、まあ、勝ち点3を、ね、期待していると思います。メッセージをお願いします。まあ、サポーターの皆さんには本当に、苦しいというかいい結果が出ない試合をちょっと見せてしまっているので、次はホームでしっかりいい結果を残して、みんなで笑顔で、スタジアムを出れるようにしたいなと思いますので、応援よろしくお願いします。期待します。はい。